こんにちは、トラベリングゴージャスです。旅行業界、そして映像編集の分野でも全くの素人、50の手習いということで始めたこちらのトラベリングゴージャスチャンネルですが、ローキーで続けてきてなんと100回を超えました。ということで、ほんの少しだけバージョンアップしていけたらなと思っております。ボリューム100を機に毎月10日と25日の2回のリリースだったんですけれども、こちらを10日、20日、30日の月3回のリリースにやっていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。旅行観光業界の中にいるプロフェッショナルの方、過去にもご出演いただいている方々いらっしゃいますけれども、各国の政府観光局の皆様、ホテルのプロフェッショナルの方々などなど、普段はいわゆる B2B でしかお話をされる機会がない方に積極的にお話をお伺いして、皆さんにとって身寄りな情報をシェアしていきたいというのは同じなんですけれども、新たなコーナーとして、こなれた旅人になるためにちょっとでも楽して旅ができるための、私なりの Tips、 ちょっとした情報ですね、少しずつご紹介していければなと思っております。これは本当に私の超個人的意見なので、トラベリングゴージャスこんなこと言ってたなと、ご参考程度に活用していただけるような情報になれば幸いです。これまで本当にたくさんのゲストの方にご登壇いただいております。この場を借りて皆様に再度御礼申し上げたいと思います。初期の頃にご登壇いただいた皆さんは、トラベリングゴージャスが何なんだか、どこに向かっているものなんだかも分からずに、それでもご出演を引き受けてくださったので、感謝感謝でございます。ホテルの皆さんのお話というのは、普段お伺いする機会も少ないので、皆さん興味深かったのではないかと思いますが、どうでしょう。そして皆さんそれぞれ長いキャリアをお持ちなので、お話の引き出しが多いこと多いこと、できれば2回目3回目とご出演いただいて、もっとマニアックなお話を聞かせてもらえると嬉しいんですけどね。また現地を訪問できていない場所もたくさんあるので、ぜひとも面白いツアープランを作ってご紹介できればなと思ってます。立ち上げからスムーズだったわけではなくて、大変なこともいろいろありましたが、着実に前進は続けておりまして、だんだんとど素人ではなくなってきているつもりですが、いかがでしょうか。さて、今後もいろいろな方々からの情報やお話をご紹介していく予定でおります。どうぞお楽しみに。トラベリングゴージャスチームが体を張って情報収集してきた大人女子旅の様子もどんどんアップしていきますので、どうぞお楽しみに。